津軽信都市、津軽信都市、津軽信久、津軽真珠は、道の区広崎藩の、第五代藩主。漢文九年、1669年5月24日、第四代藩主、津軽信政の次男として生まれる。幼名は、母の縁からか竹千代。署名は、津軽信重。1710年、宝永七年、元六大名七傑とも、 中高の英祖とも呼ばれた父の死去により、42歳で、広崎藩主家の家督を継ぐ。その後、初帰国した際は、長大な行列を組んで、お国入りし、7日以上も、祝宴を開き、将軍から送られた関ヶ原合戦図病部を公開し、また父の病所に、高寺主神社、高寺司霊社を創建して、戦宮祭事を盛大に入った。 このことからも当時の広崎藩は未だ余裕があったように感じられる。信ぶ自身は、小野次郎左衛門ただしを、叩かずに小野配置刀流を学び直伝を受け、その直伝を小野家の中方に授け返したほどの剣の達人で、また信ぶは、文化芸術に対する理解もあったらしく、小翼し、蚊においても仮の葉を学ぶなどした。1737年、原文2年には、 自らの手で、営利廃所である、独楽つれずれ集を二冊編纂した。1723年、教法八年に、江戸の失芸家、小川ハリツを、お抱えとして、創作活動への援助を行い、この、津軽様お抱えの看板が、ハリツの名声を高めるきっかけとなった。東大有数の教養人という評判もあり、まさに文武領土を極めた人物であった。 死生に特筆すべき有料な点は見られないが、新田開発による収入の増加、家臣の津軽製法、北村製法、北村行為、津軽行為。広崎藩と仙台より、縁のある軍学者、山賀祖皇の外村に命じて、津軽一等史、藩史、地域史を編纂させたことが挙げられる。ただしこれは、仙台からの継承事業とも言われている。 信ぶ氏の治世中に、平内山の国境の県で隣国の森岡藩との争いが起こり、幕府が裁断することとなった、広崎藩側の緻密な調査と資料作成提示、対する森岡藩の不備によって、この一件は、広崎藩の全面勝訴に決した。これが107年後、広崎藩主を襲う珍気なテロ事件、相馬大作事件の際に因縁、言いがかり、 炎婚として持ち出されることになる。趣味や風画は金がかかるものである。相続時にも藩主が率先して、前述のような派手な振る舞いを挙行していたが、その裏で犯罪性は極めて悪化していた。前代から続く凶作や知性中の天才のために藩収入は減少しつつあり、急場をしのぐためにも広崎藩は家臣の給与を、 それまでの法緑制から地業制へと、むしろ古式に変更している。これは、土地から100の収入を藩がまとめて得て、それを藩士10人二0ずつ払う場合、もしもその年の収入が90しかなかった場合は、藩が不足分10を補充した上で10ずつ分配せねば、ならない。だが最初から、10の収入が見込める土地を与えておけば、その年の収入が9。 全体で90であったとしても、それは各藩士が1ずつ不足するだけであり、犯罪性は痛くない。負担は藩士各自にという仕組みである。また契約例を発布するから、藩士の給与を一律1割カット、さらには大量リストラを断行している。領民に対しては年貢率のアップを行い、合商、豪農には雇用金や雇用米をも命じている。 この状況の中、寮内にいても、温泉巡りや別邸での大宴会を楽しみ、江戸出府中の交際費も増加する一方であり、また遊興費もかさむ一方であったが、家臣団をも引き連れての吉原遊びをやめることなかった。当初、犯罪性を見ていたのは、先代からの武田正清であったが、徹底した倹約と検知による、調税強化で藩内の恨みを買っていると見るや、 信利氏は無理やり武田に切腹を命じた。代わって、イエスマン的家臣を徴用し、特に佐藤著久氏は信利氏に徴用され、江戸の屋敷に池を作り、敷地内に隅田川と直結する池を作って、池から直接船を仕立てて、信利氏一行と共に、吉原に通う名の遊びをプロデュースし、種の関心を買うことに精を出した。ある意味中心ではある。 これら有境費のため藩の借金が増えると、佐藤は国元に帰っては借金返済の金策を行った。前述の豪農や豪商に御用金、御用米は実はこれに充てられた。これらの行動は、質素倹約を胸とする教法の改革を推し進める時の将軍、徳川吉宗の耳に入ることになる。1730年、強法15年。 着難の信沖が創生したため、1731年、教法16年5月16日に信沖の着難、つまり、着尊である、新著に家督を譲って隠居し、偵発して竹沖が、後に英王と合した。学隠居として、趣味風画の道に遊びたいところではあるが、当時新著は未だ13歳であったため、後見人として何らかの補佐は行っていたものと、考えられる。 信ぶとは、老齢のため隠居、引退というのが、表向きの理由であったが、時代の13歳での相続はさすがに早い。これは、信ぶとの派手な、暮らしぶりに対する、失踪倹約を推進する将軍、徳川吉宗及び幕閣よる、懲罰的措置である、と申されている。1744年、延長元年に、今度は、新著が26歳で創生する。 広崎藩主は、新著の着手、新霊が相続するが、未だ幼年、当時6歳であったため、曽祖,祖父の信都氏が補佐を行った。津軽一等氏が完成した1746年、延教3年1月19日、78歳で死去した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。